ザ本屋さんチャンネル、ザ本屋さんの高橋です。今回紹介する本はですね、七夕しぐれ、こちら熊谷達也さんの本でですね、公文社文庫からですね、2009年に発売された本となります。皆さん最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。こちらですね、少年のですね、ひと夏の物語、こちら小学5年生のですね、主人公和也がですね、引っ越してきた土地でですね、感じた違和感とか疑問をですね、発端にですね、心許せる友人たちと出会い、成長していく、そんなような物語になってます。こちらですね、どういう人におすすめかというと、まあ、昭和ノスタルジーな感じなんでですね、まあ、そういう読み物が好きな人ですね。で、懐かしい感じもしました。で、いろいろその昔懐かしいもの出てきたりとかですね、まあ、粉のジュースだったりとかですね、そういうのが出てきた時になんかこうすごい懐かしく感じてですね、読んでてなんか、ああ、こう共感できる部分がすごいありました。あとですね、小学校の、お子さんがいる人、まあ、これ小学生のですね、心のその動きとかがですね、まあ、友達と通じてこう成長していくんですけど、小学5年生のですね、その少年のですね、まあ、友達と成長していく、あとですね、心の動き、まあ、そういうところがですね、すごいですね、まあ、こう、うまく描かれてますんで、その小学生の子供がいる方にはですね、ぜひ読んでほしいなと思っております。こちらあらすじなんですけど、まあ、父の仕事の関係でですね、まあ、仙台に移り住んだ小学5年生の和也っていうのが主人公で、まあ、そこで仲良くなった、雪宏と直美で、この2人とですね、仲良くすると同級生から避けられるという事態が起こるんですよ。で、和也はなんで仲良くすると、こう避けられるようになるのかなと、まあ、どうやらですね、江戸時代からですね、残るですね、差別が原因だったと、知ったですね、和也はですね、その二人と共にですね、真実を追いかけると。昔は確かにこう、先生はもっと権力があって絶対的だったと。その絶対的存在を、初めは認識していた主人公なんですけど、まあ、ある出来事をきっかけにですね、まあ、教師よりも自分の正義を貫いていこうと思うようになるんですよ。で、主人公の和也に、その正義を教えたのは、ストリッパーの安子で、その安子のようなですね、人間に出会えて、和也の人生がですね、分岐点になったと。こういうようなお話になっててですね、その安子のような人間と出会えたことで、和也が成長していく、そのようなお話になっております。こちらまとめになります。一つ目は、少年のひと夏の物語。二つ目、著者の自伝と感じるぐらいですね、少年の心の動きがリアル。三つ目、差別に対して主人公の和弘が自分の正義を貫いていく。まあ、こういった内容でまとまっております。熊谷さんの本ですね、すごいたくさん出てます。私も2006年の、直木賞を取った時、開口の森ですね。あそこからファンになりました。熊谷さんのですね、本で皆さんの好きな本あったらですね、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。ザ本屋さんチャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。今回紹介した本が面白いと思いましたら、ぜひ読んでみてください。引き続き選手100冊シリーズお送りしてきますんで、ご視聴の方よろしくお願いいたします。